はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、170日目ですね。はい、今回はですね、今回もですね、契約書の方ですね、開封していきたいなと思います。ゴールド契約書が、ゴールド契約書が5枚、とりあえず5枚と、A ランク契約書1枚で、A ランク自チーム契約書1枚ということで、合計7枚ですね、開封したいなと思ってます。その前に、現在2020年5月26日の15時7分なんですけども、あと23時間と52分、ホームランダービーですね。ホームランダービーあと23時間と52分、まあ丸1日残ってるんですけども、まあ前回のね、この12球団編の動画で、S ランク契約書を開封しましたけども、もう本州の方は、累計は全部終わってます。はい、累計ホームランポイントもね、終わってますし、あとライバルからの挑戦報酬、クリア人数31人ということで、まあ、ランダムボックスね、まあ、何回か行ってるんですけども、まあ、この A ランクチームとか、A ランク契約書とかは全く来てないですね。はい、一番良かったんで、A ランク特訓コーチ1回来たかなという感じです。はい、あとはもう試練チケットとか、コインとか、スカウトポイントが多いかなという感じですね。はい、まあまあ、これはね、そんなに当てにはしてないんですけども、はい、まあ、一応、自然回復の、コストのみでね、自然回復だけで、最後までやれましたんでね、まあ良かったかなと思ってます。あとまあホームランスタンプの方もですけど、今現在5枚目ですね。5枚目のゴールド契約書がもうすぐで取れますんでね、まあこれもきっちり取っていきたいなと思ってます。あと1日丸1日ぐらいありますんでね、まあもらえるものは何でももらっていきたいなと思ってますんで、ホームランスタンプの方もちょっとね、意識しながらやっていこうかなと思ってます。はい、まあ自然回復のコストのみで、やれましたんで良かったと思います。はい、それではこっちかな。はい、契約書の方ですね、開封していきたいなと思います。とりあえずゴールド契約書5枚さっきいきますね。まあこのアカウント12球団編ということで、12球団で選手を集めてまして、ソフトバンクを純正で組んでいってますんで、できればそうですね、ゴールド契約書で A ランクか S ランクの有能選手来てほしいなと思ってます。それではゴールド契約書5枚いきます。お願いします。S ランク来い。おー、守備な。おお、燃えた燃えた。 S ランク来い、 S ランク来い。割れろ割れろ。あー、割れへん。でも A ランク、 A ランク来ますよ。はい、どこで来るか。さあ来い。お、来た、乗本選手。おお、いいですね、これは。いや、これは嬉しい。乗本選手ね、多分 A ランクは初めてですね。あの2019シリーズ2も持ってないと思いますんで、初めてですね。はい、いやー嬉しい。さあもう1枚ぐらい来い。ないかないか。あー、ないですね。まあまあ、そりゃそうです。いやー、でもゴールド契約書5枚から乗本選手の A ランク来ましたんで、これは良かったなと思います。はい、これ嬉しいですね。はい、それでは、A ランク役所ですね。ホームランスタンプ150個達成の報酬、 A ランク役所、限界突破できる選手来てほしいなと思ってます。お願いします。来い。さあ誰来る。オースティン選手。はい、横浜ですね。はい、うん、まあちょっとね、 S ランクも持ってませんし、出てるんかどうかわかんないですけど、出てるんかな。そうですね、ちょっと持ってない選手です。はい、まあしゃあないですね。まあでもゴールド契約書5枚から乗本選手来ましたので、それは良かったかなと思います。あと A ランク自身の契約書、これちょっとソフトバンクでね引くんですけども、一応欲しい選手確認しておきます。欲しい選手はですね、千賀選手、グラシアル選手、松田選手、高橋礼選手ですね。この4名が S ランクを持ってまして、極みになってない選手ですね、この4名が。はい、ぜひこの4名来てほしいなと思います。千賀選手、グラシアル選手、松田選手、高橋礼選手。はい、さあちょっとこれ来てほしいですね。それではいきます。 A ランクチーム契約書、先ほど言った4人来てもらいたいなと思ってます。お願いします。来てくれ。
さあ誰、森選手。はい、森選手はね S ランクは持ってないんですけども、これで A ランク5枚目かなと思います。はい、2019シリーズ2の森選手多分4枚ぐらい持ってましたんで、これで5枚目ですね。ぜひ、S ランク欲しいですね。はい、まあちょっと限界突破ねできる選手来なかったんでちょっと残念ですけど、まあ森選手これでおそらく5枚目なんで、まあ良かったかなと思います。はい、今回はこんな感じですね。はい、まあゴールド契約書の方からね A ランクの則本選手来たんで非常に良かったかなと思ってます。ホームランダービーの方もまああと1日ありますけども、まあ自然回復のコストのみで、やっていってちょっと何でももらえるものはもらっていこうかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラ吉12球団編でした。